はいどうもこんにちは、裏切りマンキー考えです。はい、というわけで本日もスプラトゥーンの動画を撮っていきたいと思います。本日は、はい、マサバと、はい、ビーバスのヤグラなので、はい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 、こいつを使いたいと思います。その2つのステージでこのルールだとカーボンがいいと。もう S ランクS ランク、 SS ランク、あ、SS ランクどんどん上がっていくね。 SSR プラス。俺あんまねあれ好きじゃないんだよね。いやもうなんかもう一個じゃ作れやってアルファベットじゃなくて、はいはいはい、SS っていうのがあんま好きじゃない。そう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 、スーパーレアだから S レアね。そう、そう、この辺のドラクエモンスターズ全否定派ね。あれドラクエモンスターズどうだったっけ。確か SS プラス、なんか SS とかだったと思う。あ、そうだっけ、うん、はい、まあまあそこ否定はしないけども、攻略本だけかな。いやもういいから、そのドラクエの話、うん、カーボンの話だから、はい、ね、はい、カーボン。まあでもカーボンもうねかなりがっつりやってますけども、いや面白いんだよね、このヤグラが。あー、このローラーでのヤグラが、ステージでのヤグラね、ほぼほぼキル取れる俺ノバより強いと思ってるから、ヤグラに関しては。お、じゃあぜひともその強い部分を見せてあげてください。はい、どっちのステージになっても、でも B バスはまあ言わずもがなだし、うん、マサバに、お、言います。もうここはね、うん、聖地と言っても過言ではない。カーボンなんで持ってきてないのぐらい。おお、もしかしてあれあれどうしたの、ってプラクラのはね、俺多分一番ね、うん、このゲーム史上で、うん、カーボンの中で一番いい組み合わせが B バスヤグラだと思う。ゲーム史上このゲームじゃないからね、それは。でもこの組み合わせが一番カーボンが強さを出しやすい、うまく動きやすい。さあやっちゃいますね、相変わらず。うわ、当てた。俺最近これね、なんか下手くそなってるね。早くない？俺今久々に見た俺が思ったのは、早く早くジャンプする。そこ、おー、いいねっていう感じ。おー、いいよ。もうもう、いや、おー今のいいね。今のよかった。見てないからね、月にね、3回ぐらいね、タイミングで月に3回ぐらいある。今のやべえなって。さあ自分を持って俺のモロスが真上にいる。しっかり倒す。あー倒せない。かあ、ドラコラちゃんがいますね。ドラコラはこの B バスやっぱ強い。何をしてるんだいみんな、みんな何をしてるんだい。違う違う、あのね、これやっぱりね、なんかいい例えしてる人いたわ昨日。なんか誰かがそのヤグラほっといて前にキルに行くのはまあわかるんだけど、それはなんか家族のために出稼ぎに来るお父さんと変わらん。俺それ肯定派なんだよ。いや、なんかそれで家族を帰り見てない、そう見てないお父さんと同じみたいな言い方してる人がいて、あんまだな、そうだなって本質を見失うなんてね。要するに、危ない危ない、すまん。ドラコラの近く、あー、いいね。で、場所があのノバがいると、場所が増えてる。なので、場所打った瞬間にやられたら困る。あ、だった、いいね。さあ、やるぞね。そこじゃ、あー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 あドラコラ一旦かい。うわー、全落ち。左上取れなかったのが31か。全然ダメ、ここノックアウトしないとダメ。結構狭いもんね、うん、すぐ駆けつけられちゃうし、これはなかなか。しかもここ抑えてきてるよ。さあ気をつけて、しっかりとクリアリングして逃げ場、おお、楽して逃げたね。さあ戻ってきて真ん中登る。さあ、あー、危ない。うおー、あー、いいね。さあ戻って、1落ち2落ちか、相手は。さあ、うん、見てますけども、そこからで倒せない。届かない、当たれ。おおおおえいた、うえいしたね。さあ、で、あー飛んでいく。あー、うわ、嫌だな、それ。あー、やられてるね。やられてるね。飛ばないから。うん、うわ、やっぱ、あそこ取らない限りは、進めることができないですね。うん、はいはい。全然合わないね、タイミングが。味方の攻めるタイミングと、自分のね。うん、まあ、そこはやっぱ、行くしかねえな。息合わせるのはなかなかね、難しいですから、野良は。あ、後ろがオルス。さあ。なんかドラコラいるね。どうですか？あー、倒してくれたね、味方が。さあ、で、投げられちゃって。邪魔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 。あ、これ。あ、行かない。乗り続ける。あ、やられてた。いいねー。ナイス。すると、あっちがやられちゃうんだよね。まあ、もうそこでも、あー、でもそうか。そこで駐在してて、こうやって持ってかれてたら。うわー、見てる。まあいい。難しいねー。
これは波長が息が、まあ息合わせるのは難しいですけど、うわ見てる、うわいいよ、でさあ投げていけるが当たらないよ、あー死ぬと当たっちゃうよ、ね、やっぱみんなで守りきらないといけないが、これはきついよ、どっちかどっちかが左上入ってどっちかがいっぱい倒す、カーボン今、はいはい、2人いるから、そうだね、あー危ない、やっぱそのここビーバスカーボン天国なんですけど、カーボン天国といえどやっぱ2人いたら邪魔、いや邪魔ではない、だから役割ちゃんと分けねえと、ああ前行く係とあの櫓守る係みたいなね、危ない危ない危ない、ああ違う違う違う、落ちて落ちて落ちて、いいよ危ない危ない、さあ飛んでくる、いいね見てる、もう1人飛んでくる、いいね見てる、すごいキル数になってるよこれは、さあ戻って危ねえ、うわ危ねえ、いけるな、さあ戻ってやられてんだよ、いやー奪われちゃってるね、やられてんだよな、俺がいないとやられるよな、これはちょっとやっぱお父さんに気をしないと、はい、ああいいねお父さん、お父さん保証で真ん中から邪魔して、おっ、ここはここはいないか、ここはいないか、あー、うん、勝ったけどノックアウトできますね、やっぱり、ああできた、できる絶対できた、まあちょっとあのタイミングが一緒に、全然合わなかったね、会えられなかったね、合わせられなかったね、会えられなかったね、会えられなかった、会えられなかった、ここブラボンのって、いやーまあすごい動きはしてたんだけどね、だそれでもやっぱ波長が合わないと進めらんないのがこのビーバスというところ、そうだからやっぱ味方と合わせるっていうのはすごい大事だと思う、はいはいはい名前で笑っちゃったシリーズちょっとありました、探してみてください、探してみてくださいさあマサバはどうなの、マサバのビーバスも割と、あ本当に、マサバのビーバスって何、マサバのビーバス、あマサバのビーバスじゃないマサバのビーバスじゃないマサバのヤグラ、ノリで喋るお互い、スーパーのヤグラも割と悪くない、お悪くないんだけども今ローラーとお互いにローラー系が2人いたね、これはちょっと怖い状況で、これはゲームとしてはいいですね、見えている、さあ後ろから回って倒してくれている、登っちゃうもしかして、あちょっと危ない、ああ味方にさあヤグラ上がっていいですよ、ヤグラに乗る気持ちが強い、あもうしかもローラーかい、ローラーが乗っちゃうってこの状況は出た、はい、そこですね、危ない見えていた、さあ後ろからエコするが届かない、届かない、おーおーおおデコデコですね、さあそしてデコ流しながら来たのを倒して乗りて乗りて乗って、あ乗ってくれてるでもいいですよ、乗ってくれていいですよ、見えている、さあローラー対ローラーはお手の物、はいローラーはしっかり貸したいが、スパッと乗っていている、下からクイボが当たんない、これ知らないんだな、あれなんか当たりづらいんだね、やっぱ上から投げると思ってる、さあここにいんだよ、はい、できたね、いなくなったと思って、いたか、いってない、さあどこにいるんであろうか、さあいやー、外したー、うわー、いやー、ボブラー、誰ボブラー、何、あー、ノバか、さあ使わせていただいて、まあね、ビーコンは近くなくなんで、うん、いいよビーコンが壊して終わったと思って、なんか後ろ見てなかったよ、ただ進んでる、はい、ずっと押して、ローラーがそこにいる、近いね、見えてる、やっぱローラー使ってるとね、ローラーのその心理が分かるから、やっぱ見えるね、素晴らしい、あー、めっちゃ欲しい、こっち行ったか、うーん、回り込まれている、さあ、これは止めてあげたいので、さあ、逃げ場、あれ上行った、いいや、あれ無視でいいや、うん、遠いなら全然いいですね、さあ、めっちゃ乗ってるよ、めっちゃ乗りたい、危ない、最悪、今のは俺カーボン倒してくれてたんじゃないんかいって、最悪って今のなってるよ味方、さあおめえ返上しましょう、ここで4番かい、うおおいた、おおいた、はあ分からないね今のは、さあこれはまずいよ、ギタギタにされてますよ、このままだと
良くないのでガンガン進んでいきたい。いいですね、特色。死ぬぞ、特色。いいよ。さあ、いいですね。止める力は強いですね、かなり。さあ、あとは止める団結力で乗って、カモンちゃんが聞こえてるぞ。さあ、乗っていない、乗ってくれた。いやあ、いいじゃないですか。さあ、乗って場所が嫌なとこに打てるようになったぜ。さあ、おお、いい感じ。さあ、乗りついて、あ、もう乗ってきた。いいっすね。あーあ、ほい、そこらへん、そこらへん、あー、いいね。そこらへんスパショが当たりますよ、ちゃんと。さあ、どんどん進めていく。このまま行ってしまいたいとこだが、いいね。あら、あ、強っ。強って言ってるよ。横で戦ってる人のこと。さあ、さあ止めて、素晴らしい。オーケー、いい動き。今のはいい動きしてましたね。わかる、あの、うん、夜間、まあ、大体あそこ夜間って呼んでるんだけど、ね、夜間置いてあるから、うん、あそこのカーボンがこう入った時の、はいはいはい、あの強さとある制圧力ね、半端じゃないか、まあ、どう行こうとしてもやっぱ出会わなきゃいけなくなっちゃうから、まああそこブラスター入っても強いんだけどね。なるほどね、うん、いやー、いい動きしてました。ノックアウトで14の3。さあ2連勝お、してますよ。さあこのまま行っちゃいましょうか。いや、行っちゃいますよ。ギリギリのね、ギリギリの戦いをしましたけども、さあ、おいおい、うん、おい、マスは、まあ、ビーバスは結構動画にしてるので、まあ、ビーバス見たい方はあの前の動画見てください。リンクとかも貼らないから。覚えてないから、どこだったか。さあ、カーボンロラコラ、うん、カーボンロラコラはね、これはね、カーボン相手が相手、うん、カーボンロラコラ対カーボンダイナモってことは、もうここ、ここ入ってきたよ。お、なるほど、なるほどね、ロラコラのスピードに、わ、うおい、で、真上、あー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 、かえそう今の。さあ、これは初手がもう相当速い。俺が乗るんじゃねえんだよな、ここ本当は。ナモ、ナモ、いや、ナモじゃなくてもいいんだけど、別に、うん、俺が乗んない方が絶対進めれる自信があるんだよ。寿司二人のダイナモのカーボンだから、もうみんな攻めたくてしかない。さあ、うわー、もうこのグダグダがね、一番嫌いなの、このゲームで塗りが、あの、うまくいかなくて、うまくいかなくて、登れなくて、バレて、ね、さあ、うん、左から入られてるけど、まあ、バレバレ、バレバレなのは痛いですよ、うまくいきます。うえー、いいですね、味方と一緒に倒して、さあ、行っちゃいますか、もしかして。あー、いいですね。あー、タイミング悪かったね。いいよ、バレてない。いやー、届かない、届かないな。やかん、やかんできて、さあ、こっちを乗って、うわ、みんな来てる、なだれ込み。あはは、あー、うわー、あー、いいやつだよ。まあ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 、お方が尻拭いしてくれた。うわー、いいね。すいません、そして、さあ、飛んじゃっていいんじゃないか。いや、上にビーコンあるけど、これはもう無視だね。あそこ飛ばれても別にだ、ね、ただ今左上に誰か来たら、ここに一人、うん、あそこでいいやろー、カーボン台打ちちゃったな、距離的にね。ドラコラ、あー、これは乗れないか、戻るねー、ね、戻ってるでしょ。これが無駄なのよ、今これヤグラ超後ろに、この人とかさ。なるほどね、まあ分かるよ。まあ多分相手としてはローラーがいっぱいいるから、どこだどこだで、ね、多分なっちゃったのかな。できるだけね、ちょっと止めてから戻ってくるね、戻るから。そう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 、ちょっと乗ってヒュッてね、今のこの、あ、わかる、わかるよ、位置がね、下がりすぎなのよ、櫓が。はいはいはい、はい、止まった時の、あー、わー、あーヘルシ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 ージャンプはね、俺いいな。初めて、あ、俺の例えで、あ、よかった、やっと、いいんだ。さあ、右側から入って、今までで一番面白かったかもしれない。でも一番わからないから、一番ピントくる人少ないから。さあ、登って、いいよ、これローラーの可能性があるんだよね。あー、うわぁ、最悪、それだったら相打ちだ。今のは良くなかったね。
相手のね、バッシャバシャの2回目が。ただあとやっぱここは防衛ラインよ、ここが防衛ラインなんだけども、うん、この広場までね、うん、なんだけども、はい、ここ食い物で櫓の上倒せちゃうからさ、これは強いね、確かに。なんかこういうね、あ、当たった今の、そりゃそういうわな、読んだとか。ああ、もう櫓に無視みんな。ああ、それは良くないんですよ、相手のヘイト。スパショがあるぞって、こっち倒せってみんな言っちゃったね。相手のヘイトチラシにまんまと引っかかっちゃって。ああいうね、まださあ、大ウール、そこで入ってくれるとありがいいですよ。さあ、押し込むためではなく、こんだけ飛んできても俺がここで守ってるので大丈夫。なるほどね。そのここに今ね、ローラーがいます。ローラーかなんか、リアルかな、リアルか。さあ、まあ、入らないようにして入れてる。うわー、まだいた。え、まだいた、いたのか。それが入ってきたね、スーって。あー、あ、それはまずい。あー、どうした。待って待って待って、ナイスだよ、今のダイナモン。座る。さあ、うー、え、何、場所、場所かすりました。あー、これはまずい。一人戻ってこい。止めれるのか、ここで。頼むよー、飛びたい、飛ぶしかないよね。頼むよっ。ガー、おー、あー、よかった。いや、結構ハラハラしますね、ここ。やっぱさあ、戻していただいて、どうにって、ナイス。さあ、ジャンプして死んでの繰り返しじゃない、ね、今の吸盤がね、さあ、いいとこに悲しいお仕事したね、今。なんか、うん、わかりやすいね。まあ、かかってくるだろうな、そこは。俺ならやるから。なるほどね。それは強みだよね。しないか、今。おー、びっくりした。はい。ローラー、対ローラーのね、動きをしましたけども。やっぱ、マサバとかになるとさ、隠れる場所も多いし、ルートも多いから、ローラーは結構怖いね。そう考えると、ヤグラで強いね、確かに、カーボンって。いや、強い強い。うんうん。ロラコラには勝っちゃうし。はい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 。ああ、ランダ戦ですね。ノバにも、相打ちは取れるし、うんうん、距離あったら勝てちゃうし。なるほど。まあでもいいの見ましたね。はい、でね、はい、やってみましたけども、なんかこう、マサバって結構俺、レアなステージなイメージがあるんだけど、全然。そんなことない、そんなことない。あ、本当に。もう全ルールちゃんと来る。おぉ、まあ俺が見てないだけかもしれないですけど、マサバ苦手な人なんか多いイメージ。まあ金網が多いから、うん、普通のマップとね、はいはいはい、なんか全然動き方違うんだよね。うんうんうん。結構特殊なステージだとは思う。隠れづらいしね、上の方は。うん、そうそうそう。網があるから。なるほどね、そこのじゃあ動きとして、ローラー系はちょっとおすすめができる。俺はまあ、ローラーブラスター、うん、ヤグラでね、あとスピナー。おお、あ、スピナーはね、うん、おすすめしないのは、はい、チャージャー系。なるほど。なんでそれは。車線が通らない。ああ、いろいろあるからね、うん、なんか建物が、うん、なるほどね。はいはい、まあ、まあ苦手な人はじゃあそういう武器を使ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、というわけでこんな時間で、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。